報道でもそんなに被害大きくなさそうだったので調査のつもりで来たんですね。でまあもちろんその方がいいんですけど、医療とかそういうニーズあんまりないかなと思いながら来たんですけど、点滴したりとか手術したりとかそういう医療のニーズはもちろんなかったんですけど、来てみたらいろんなチームの情報共有、その市役所の中でも情報共有、そういう情報共有が課題になってたので、その情報共有をする場を作るっていうのが今回の一番のミッションでした。でそれをやっぱりでも被災した市の方にそういう会議体作って、その運営をやれっていうのは実はすごく負担なので、でもそれを作んないといけないってなった時のこのセンター長さんのかなり不安そうな顔、まあそれがじゃあ私手伝いますよと、で我々のチームが一緒にやりますからやりましょうって、でそのセンター長さんがじゃあもう頑張らないといけないよねって言われた時の断固たる決意みたいな、これも支えて一緒にやっていかないといけないなって思いましたし、それ非常にまあ今も印象に残ってます。であとは、まあ、避難所ですね、あの耐震がやっぱり危ないということで、まあ、あの一番大きな避難所を移すことになったんです、小学校、まあ、それを小学校移すのが、まあ、あと2時間後に移しますみたいなところで、まだ何にも真っさらの体育館だったので、体育館を一から避難所にするレイアウトを全部考えて、そこにテントどう入れるか、まあ、誰をどこに入れるか、まあ、非常に短い時間でそれをやるというのが大変だなというところでした。まあ、意外とあの昼ご飯食べるのは忘れてました。次の災害関連の障害とか病気とか、まあ、災害関連死とか、まあ、そういうものを減らしていくっていう意味では、あそう1分1秒じゃないんですよね。だからやっぱ地元の人をやっぱり主役になっていただいて、それをいかにこう外部の我々がお支えして、まあ、そういう本当にこう裏方的にこう倒れないように支えながら、まあ、伴走していくっていうような、まあ、そういうことを意識して今回はさせてもらいました、はい、一人でも多くの、ね、人の役に立ったんじゃないかなと、まあ、そこは我々が今回来た意味があったんじゃないかなと思います。